すぐ死ぬんだからは、内立紀子の長編小説。小説現代2017年12月号から2018年3月号に、連載、過失を経て講談社より2018年8月23日に、刊行された。おしゃれに気遣い華麗に抗って生きる78歳の女性を、主人公に、いかにして、品格のある老後を迎えるかを描いた、終活小説。 草加里樹の作画により、漫画化され、ウェブコミックトムにて2018年9月から2020年4月に配信。また、NHKBS プレミアム及び NHKBS4K プレミアムドラマにて、三田し子主演でテレビドラマ化され、2020年8月23日から9月20日まで放送された。すぐ死ぬんだからとして、内立紀子原作。 草加里と樹作画で漫画化され、使用出版社が運営するコミックサイトウェーブコミックともにて2018年9月20日から2020年4月20日まで全20話で配信、同社希望コミックスより2020年8月10日及び9月10日に全2巻で発刊された。NHKBS プレミアム及び NHKBS4K プレミアムドラマはにてテレビドラマ化され、 2020年8月23日から9月20日まで放送された。前後は、主演は、三田よしこ。NHKBS4K にて2020年8月21日から9月18日まで、毎週金曜23時15分から土曜0時4分に先行放送された。主要キャストその他のキャスト、ありがとうございます。